エントランス棟海遊館は大阪府大阪市港区海岸通り1丁目にある水族館。大阪港のウォーターフロント再開発プロジェクト、天保山ハーバービレッジの中心的施設として1990年7月20日に開館した。リング・オブ・ファイアとリング・オブ・ライフをコンセプトにしている。巨大水槽で環太平洋の海を再現し、従来の水族館の印象を劇的に変えた施設で、 ある。施設の保有、運営は、株式会社海遊館が隣接する商業施設、店舗山マーケットプレイスや、店舗山大観覧車とともに行っている。2013年現在、年間来場者数、延べ床面積、屋内水槽の規模が日本で3位以内に入るとともに、屋内水槽の規模に関しては、世界でも上位5市に入るほどの世界最大級の水族館で、 ある。水生生物以外の飼育、栽培にも力を入れており、1993年には、日本で初めて爪場蹴りの繁殖に成功した実績が認められ、日本動物園水族館協会、繁殖賞を受賞した。また、館内日本の森水槽には、約200種類の植物が展示されている。大型のアクリルガラスを使用することで、 それまでにない巨大水槽を実現した。ジンベイザメが遊泳する太平洋水槽を含む14の大水槽を作るため、年間世界生産量の1.5倍に当たるアクリルガラスが使用された。海遊館以降に作られた水族館の大型水槽はほぼすべてがアクリルガラス製になっている。建物外観の特徴になっている3色の色分けは、地と水と火の結合を模したもの。 外壁に描かれた魚の壁画は、アメリカ在住イギリス人デザイナーのサージ・アイバン、シャーメイエフの手によるもの、またケンブリッジセブン・アソシエーツ、環境開発研究所を率いて、建物全体の設計を担当したのは、その息子のピーター・シャーメイエフである。2008年2月26日に、開業以来の入館者数が5000万人に達した。6317日での達成は、 国内の水族館では最速。カップルや家族連れも多く、入館者の約6割がリピーターである。2020年、開業30周年に合わせて、エントランスビルの2階トイレや、ミュージアムショップやその周辺ゾーンのリニューアル工事を行い、ミュージアムショップは2月22日に再オープンした。水上散歩をしているような感覚で買い物を楽しんでもらうことを狙った。 ミュージアムショップでは海外で活躍するグラフィックデザイナーののつもえやコッキーのデザインによるオリジナルグッズが多数寄用された。海遊館のメインスタージンベエザメと糸巻へ入館者はまず8階までエスカレーターで上がり回廊型の通路を4階まで降りながら以下のような順序で鑑賞することになる。そのため水上と水中など 複数回干渉することができる水槽もある。水槽への水の出し入れは一般的な方法とは異なり、水槽下部から入れ上部から出す方法をとっている。これは下から上への水流を作ることで水槽内に浮遊した餌の食べ残しや糞を回収しやすくし、水の透明度を増すためである。酸素供給は人工の滝を作ることで行っている。滝の多くは 水槽の裏にあるが一部は来場者に見える形で設置されている。飼育されている目玉動物の一つはジンベイザメである。開館した1990年当時ジンベイザメを飼育する水族館は世界中で海遊館しかなかった。また同館では2008年にイトマケイの世界初となる飼育展示に成功した。国内でイトマケイを保有している。 水族館は海遊館と沖縄チュラ海水族館のみで、複数生態展示しているのは海遊館のみである。ジンベエザメとイトマケイを見ることができる太平洋水槽は最大長34メートル、深さ9メートル、水量5400メートル。水槽の製作にはおよそ100枚のアクリルパネルが使われ、アクリルパネルは三菱レイオン、ヒプラ、 住友科学工業、アメリカのレーノルズの4社によって生産された。過去には、ラッコ、南洋マンタ、クロマグロ、イタチザメ、エビスザメ、スナメリ、ノコギリエイ、内モクザメ、ヒマンチュラチャオプラヤ、メガネカイマン、三色キムネオハシ、リスザル、ホフマンナマケモノなどを飼育していたことがある。タレントのカ沼恵美子は、海遊館の名称を決定したのは、 自身の役割が大きいと述べている。海遊館の開業前に名称を一般募集したが、そのほとんどが全国の水族館でありきたりな、マリンのような類で、海遊館は一票だけであった。票の多い、マリンに決まりかけた時、名称選定委員会の一員であった上沼が、夢工場というイベントが大した内容でもないのに、 異常な盛況となったのは、夢工場と聞くと頭に漢字が3つ、印象に残るからである。水族館の名称として全国にいくらでもある。マリンではなくインパクトのある、海遊館にした方が当たると述べて反対し、最終的に海遊館に決定した。天保山ハーバービレッジを参照。ありがとうございます。